あるマンションの、まあ、看板だよね。見て俺それしびれちゃったんだよね。宅建師相原と申します。この動画は小田原や不動産の難しいことから事象などを噛み砕いて解説します。今回は小田原の栄町というアドレスは貴重なんですかについて解説します。今日はアネソアン小田原古代の物件、こちらからご紹介しております。今日はね、古代じゃなくてもう少し街中の方、栄町という問題です。今看板出てます。まあこれはもうオープンに貼ってあるから言っていいと思うんですけどね。昔の相模信用金庫緑町支店の後に立ちました、あのこの飯田グループさんね。今日はアーネストマンさんの物件の方で撮影してますけど、同じグループ会社に ID ホームという会社があります。こちらがマンションをね建ててんだね。小田原の飯田グループのマンション何軒か新築で建ってるんですけど、その緑町の跡地のところも ID ホームさん、まあホームトレードセンターの名前になってるのかな、ちょっとごめんなさい、これはあの不確定情報なんで許してください。そこで今マンションをサンクレードルっていう名前のマンションかな、今建築中とこなんですけど、まあ何気に一方通行ね、ダイヤ街、昔の日とか伊勢路があったあの通りずっと走ってて、右側見たらそのマンション建ってて看板見たんですよ。そうしたらこれもう一回拡大するけどさ、ね、今こそ栄町のアドレスを使う最後のチャンスみたいなさ、すごい言葉が出てきたんだよね。栄町という地盤があります。まあ町の名前で言うと大あざなんですね。1丁目から4丁目まであって、この4丁目にあるのが私ども第一ハウジングの事務所ということになるわけです。いわゆる小田原市民の感覚からすると、小田原駅の東側、まあいわゆる駅の、小田原城がある方というかね、昔でいう丸井のある方なんて説明した方がいいです。丸井がある方なんですかそれって言われてるね。今湘南リビングさんが本社してるところですけどね。湘南リビングさん、伊予田さん頑張ってます、伊藤さん頑張ってます、僕も頑張ってます。まあそんなことはいいとして置いといて、どうしてもね、なんか丸井のビル見ると湘南リビングさん思い出すんだよね。あの会社もいい会社だから不動産の相談した方がいいと思うよ。さあ戻りますね。でその街中の方が栄町、1丁目2丁目3丁目4丁目というのがこれ栄町というところです。まあ確かにね、小田原ってまあ昨今このマンション建設ブーム、これはまた今後ね、ちゃんと情報がね結構錯綜してるんで、ちゃんとまとまったら一本年末年始でできたらなと思ってるんですけど、この小田原の駅前の新築マンションの話もしようとは思ってるんですけど、来年以降ねだいぶマンションが新しく建ちそうです。そうするとやはり小田原駅徒歩圏、まあ新幹線使って、あとは特急湘南使って、まああとは小田急線使ってということで、都内に通勤される方となると、小田原駅徒歩圏にマンションを求めたい。大体恐れず言うと、この2023年とかの状況を見てると、3LDK ぐらいで大体一般的な価格帯が6000万、新築ね。高いところだと奥というところのような新築の状況見えてますけど、まあ広さ前後はあるけどね、60平米超えぐらいかなっていう感じだけどね、70超えるとやっぱりその上の価格帯になるってイメージ感があるけどね、結構建ちます。で、大抵そのまま新しく建つマンションが栄町です。要するに栄町っていう名前の通り、やはり小田原市民の一般的な感覚からすると、栄町の名前っていうのは結構街中商業エリアというイメージがあります。まあ用途地域っていうね、国の都市計画法というね、街のグランドデザインを決める国のルールがあって、まあその部分のエリア分けしてあるんだけど、そういうことを考えると栄町となると大体が用途地域、商業地域、商業として使ってくださいよっていうエリアが広い、まあ、全部とは当然言わないけど広いエリアなんで、まあやっぱり昔で言うと、日井さんがあって、長崎屋さんがあって、もう古い日井長崎屋志沢、あ、志沢の動画上げてるからね、この志沢の読み方がどっちですかなんてコメント来てたね。なるほど、そういうの、志沢、これまた年末やるこの話がね、まあそのぐらい街中ってイメージがあるんですけど、これからどんどん、まあこれは批判浴びるかもしれないから、平塚のようにだんだん商業エリアからマンション建ってという形の住宅エリアにこう変貌していく、まあ高層住宅エリアって端的な言い方しちゃいけないかもしれないけど、そういう部分に街がこう変わっていくんじゃないかという、まあ分水路、まあここがマイルストーンになるんじゃないかという年がこの2023年から4年にかけてだと思うんだよね。だから新しくマンションはこの栄町というアドレスを取得するには今っていう話になるわけです。で、不動産屋的な冷めたものの見方という言い方をします。
やはり一つは小田原の駅徒歩圏ということを考えると、やはり栄町というのは大きいブランドだとは思います。まあ僕は小田原の4丁目が事務所ですから、栄町からすると駅から離れた方だと思うんです。だけどうちのまあ80過ぎの社長を持ってもまあ歩けない距離感じゃないじゃんと言えるぐらい、実際あの別の動画、第一ハウジングから事務所まで、あ、第一ハウジングが事務所じゃない、小田原駅から事務所までの歩く動画見ていただいて分かる通り、まあ歩けない距離感じゃないんですよね。だからやっぱ栄町を駅徒歩圏エリアとして考えての、まあ一つの表現として、栄町アドレスというのは駅徒歩圏イコールということを考えるのは一つの部分だとは思います。そしてもう一つ、駅徒歩圏となると、東側が栄町ですけど、じゃあ西側がってなると、この西側は城山となります。でこの城山は別のことで動画上げてます、まあ、その辺でも詳細話してるんで今日はあんまり深くは触れませんけど、まあ、城山の部分に関してはやっぱり坂があるんですね。城山ね、やっぱりねキャッスルマウンテンっていうぐらいですから、これマウンテンがあるわけですね。そうすると道も狭いし、やっぱり坂道だとなるとやっぱり距離感以上に遠いというイメージ取られちゃう、年取ったらっていうイメージもある、だったら平坦地の栄町がっていう部分になるわけですね。だからマンション建てるなら当然敷地的にもまだある栄町にマンションが今どんどん建っているってこともまあ解説いらずというところになるとは思うんです。ただ市民からすれば分かりやすい部分の比喩、まあ要するにこの城山といってもというところ、あ、すみません、栄町といってもというところがあるんですね、まあ、城山といってもという部分もあるんですけど、それは小学区です。小田原の小学校といえばという小学校があります。恐れず言えば三の丸小学校です。もうね、学校にお城の武士のね三の丸ってつくぐらいだからね。もともとは城内小学校という小田原のお城の中、これもね別の動画、小田原城の動画上げてますけど、昔小田原城、国の史跡の中にね小学校があったんですよ。でそれがいかがなものかって話になって、お城のへりにあった本町小学校と一緒になって、本町小学校のところに新しい学校ができました。三の丸小学校ってことです。まあ昔の方でいうとこの一生ですね、小田原一生、一生ってね一生ついてきますって一生じゃないですよ、一の小学校の一生ね、要は小田原の小学校の一番といったらやっぱり三の丸小なんですね。だから三の丸小学校、城山中学校、小田原高校っていうやっぱりエリート一直線というイメージが小田原市民の中にはあります。だから昔から小田原住んでる人は三の丸小卒業して城山中行って小田高行ってってなると、もうその3つだけで、ああ頭がいい方なのねっていう方になる、育ちがいい方なのねっていう形になるような、このラインがあります。じゃあこの街中の栄町全部三の丸小学区ですかという話になります。答えはノーです。もう一つ、城山学区、城山先の1丁目2丁目3丁目、これも城山も4丁目もあります。この小田原駅の西側城山、ここの城山に住んでる人は全員三の丸小学区ですかというと答えはノーです。一部が我が母校芦子小学区となるわけです。三の丸小学区も一部は新玉小学区となります。だから同じ栄町城山といっても小学校が全部一緒じゃないんですね。で大変悪い言い方、まあ僕はあえて芦子小学区卒業だとはいえ半分悔しさも込めて正直言いますけどね、そういう部分で学校格差が口にはみんなしないですが、やはりあるんですね。中学校にしても小学校にしてもそういう部分とはあると言わざるを得ない部分があります。だからこそ栄町と言ってもその場所どっちの学区ですかって結構大きい問題があります。でそうなると三の丸小学区と芦子小学区、この2つね、僕芦子小学区と三の丸小学区、じゃあ学歴的な差があるかっていうとこれないと思いますよ、僕自身は。だって同じ公立小学校だから、基本的にはね。ないとは思うんだけど、正直言えば、同じ物件が城山の三の丸小学区、そして城山の芦子小学校と2軒建ってれば、不動産の単価がどっちが上ですかって言ったら、残念ながら三の丸小学区の方が上になるんです。これは仕方がないです。まあ芦子小学校だから、ひがみを持って言えば学校の設備も三の丸小学校の方がいいしね、
正直ひがみだ、完全にひがみだ。だけど実際そうなのよ。物件設定してもここどこの学区ですか、ああこれ芦子小学区です、城山ですけど、ああじゃあいいやって、これあるんですからね。そうするとよくある越境通学できますかって話もあります。これもできるできないいろんな話があるんで僕明言は避けます。それは三ノ丸小学区の方の三ノ丸小学区ですか、新玉小学区ですかって、この2つだって正直あるとこがあるわけですからね。不動産選びの一つの部分に関して同じ栄町だからといって同じ城山だからといってという部分で一概に決められないところがある。もちろんもう一つ栄町学区といえば商業地ですから、やっぱり低層階だったりすると街並みの明るさが明るすぎだったりとか、当然それ以外のまあ要するに街中は明るいけどその部分は足元が商業街飲み屋街歩いてお子さん通うわけなきゃないなっていろんな問題もある。だけど予備校とか学校あたりは駅前中心部にあるわけだから通いやすいとかね、買い物しやすいとかいろいろな部分のメリットデメリットっていうのは両方あるわけですけどね。だからその中でもやっぱり小田原にとってはああいう看板を見るね、こういう看板を見ると栄町神話と言えるようなもの自体が特にマンションに至ってはね結構あるんだよね。でもう一つ言うとね、この栄町学区で戸建ての物件なんてあると思ってる市外の方結構多いんですよ。でこれがねいろんな、そろそろ年末年始でまた箱根駅伝始まっちゃうからこの動画も合わせて見てくださいね。ああ小田原駅徒歩圏、この足置き置きもあのいっぱいあそこに駐車場なんかも空いてたからあんなのすぐ売ってくれるでしょ、だいたい500万ぐらい売ってくれるんじゃないの、50坪でなんて平気で言う人来るんですよ。小田原ってクソ田舎だってことをテレビで散々言っちゃうからね、都会って言い方しないでしょ、箱根駅伝とかそうやって勘違いした人いっぱい小田原駅前の不動産に来るんですよやっぱり。だからそういう部分も考えても栄町エリアなんて戸建ての物件なんかほぼ出ませんからね。先ほどもう一回言いますよ、もう一回、新築でだいたい最高値帯が6000万です。まあ6000万ならまだ安い方かなと思うぐらい正直言うと、今回物件がバーッと出たんで小田原駅前の中古マンション市場も大きい波にさらされると僕は思ってますけど、そういう部分の価格帯だってことだけは認識しておいた方がいいと思います。まあ、ぜひね、あの先ほどのクレードルさんのマンションなんかもいいマンションだと思いますのでね、ぜひねご検討いただければと思います。というわけで不動産噛み砕解説シリーズは小田原や不動産の難しい事柄事象などを噛み砕いて解説します。ぜひチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。まあね、小田原あたりなんかもね、マンションこれからどんどん変わって駅前の風景が変わってくると思いますね。ぜひマンションをお探しの方自体はね大注目だと思います。これによって中古マンションの動きがだいぶ変わってくると思います。宅建士相原裕介でした。